はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ時々雨、気温34度。なんやかんやで台風が直撃コースになってしまいました。ということで今日は船を陸揚げして台風対策ということでございます。朝からどこの店も台風対策で、港は大にぎわいでした。コースがコースだけに今回はしっかりとした対策が必要ですね。まずは船の中の片付けからです。飛んでいってしまいそうなテーブルや椅子の蓋などは全て飛ばない場所に避難させていきます。片付けが終わったらロープで船を固定していきます。ロープを地面に設置してあるリングにつないで、あとはターンバックルという工具で締め上げていきます。これが結構力いるんですよね。ロープだけでなくラッシングベルトという帯を使って固定もしていきます。めちゃくちゃ暑い中の作業だったんですが、時々スコールがやってきてくれたおかげでミクさんも大喜びでございます。そんなこんなで台風対策完了。あとは無事に台風が過ぎ去ってくれることを願いましょう。最後にみんなでお昼ご飯を食べて今日は終了。また次回もお楽しみに。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。